地図赤の宮殿とは、イタリア共和国リグーリア州のジェノバにある美術館。世界遺産にも登録されているガリバレティ通りに位置し、近隣の白の宮殿、トゥルシュグーと共に、ジェノバにおいて最も重要な美術館の一つとされている。赤の宮殿の外観赤の宮殿は、ピエトロ・アントニオ・コラーディという建築家により設計され、1671年から1677年の、 間に建設された。赤の宮殿という名称はファサードに使われている赤い石材に由来している。ブリニョーレ・サーレ家が1874年まで所有していたが、ガルリエーラ公爵夫人、マリア・ブリニョーレ・サーレが芸術の振興のためにジェノバ市に宮殿を寄付をし、それ以来ジェノバ市の所有となっている。現在は美術館として活用されている。当初は、 カルリエーラ公爵夫人が所有していた、肖像画などが大半を占めていたが、現在ではこれらに加えて、アンソニー・バンダイク、グイドレーニ、パオロ・ベロネーゼ、クエルチーノ、グレゴリオ・デ・フェラーリ、アルブレヒト・デューラー、ベルナルド・ストロッツィ、マッティア・プレーチといった著名な芸術家の作品の収蔵されている。ありがとうございます。